三振エヴァンジェリスト前チンこと前田明やいビーンイエーイ。さあ沖縄も梅雨が明けました。いやこの2日前にね明けてね秋しゃびよって感じのぐらいのもう暑い、こんな暑い、沖縄は久しぶりですね。もう、まあ前チンはこう暑いのがねずっと、そんなに苦にならなかった方なんですけども、いや今年もしかしたらこれちょっと、倒れるかもぐらいの暑さですね。まあそういう時こそですね、体調管理、重要でございます。楽しい三振大工を送るには体調管理も十分、やっていかないとねいけない、そのように思っております。特にね私の経験からすると40代に、しっかりとそういうちゃんと体のメンテをしとかないと50代は非常にちょっと厳しい、また、50代にしっかりと、体調管理しとかないと60代はもうかなり厳しい、そんな感じのですね、人間はこう 年とともに、だん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 こう弱くなってね、いきます。ですからこういつもね元気でこう本当に楽しいというね、日々を送りたいのであれば体調管理しっかりとですねしながら一生懸命汗も流し、ね、体を動かし、そして、エネルギーも十分とってですね、日々をこう過ごしていく、そしていつも笑いにね、こういつも楽しいことを考えて面白いことを考えて、脳をねボケさせないようにこういうボケ帽子もかぶりながらですね、こう行くといいんじゃないかなと思います。さあ、何月だったかな、以前にですねこのヤンバル、沖縄のヤンバルってすごいなっていつも行くたびに思うのはですね、本当にまあ私自身この南部のね南の方の出身なのでね、すごい、北部のこの沖縄では北部のことをね、恩納村から上のことをですね大体ヤンバルというふうにですね、呼んでますけども、そのヤンバルの魅力っていうのはやっぱり自然のパワーが本当にまだまだあるなと、その中でこの、まあなんていうんですかね、東大元暮らしということで地元の人からすると当たり前、しかしこの離れた地域にいる我々からすると、デージすごいっていうですね、このやんばるにはですね大自然があって、今時々ですねこの三線の木を、の情報を得るためにやんばるに帰ったりするんですけども、その中で、探し当てた、まあ仲間をですねが探し当てて、そして繋いでくれたこのハンノキというですねエッセンスエキスがあるんですよ。これは同じこの何て言うんですかね、まあこれは地元の人では当たり前、まあ再生の木って言われるぐらいですね、本当に土壌のまあ土壌をこう改良剤に使われたりですね、そしてこれの周りに、この自然の、木々がですね生い茂って本当に、ヤンバルってすごいなという、感じたりするんですね。そのハンノキっていうですね、このエキスをですね今もう日々毎日こう体調管理のために、飲んでいるんですけども、先週ですねなんていうんですか、
まあ、コロナウイルスではないんですけども、プチコロナウイルスかもよみたいな感じのですね、周りにありましてですね、なんとなく自分もなんかこの喉の方がですね、喉とこの鼻のこの何て言うんですかね、この間がムズムズしてこう結構なんかしんどくなってきてたんですよね。しかしこのハンノキというこのエキスをですね、直接こうピュッピュッってこうあのランプッシュっていうんですかね、このやってこう休んでたらですね、いやいやもう今何ともない、あのちょっと違和感っていうのがねすごいなと、それだけすごいなんか、活性化再生させる力があるんだなと。やっぱりこのなんていうんだろう、沖縄独特のこの自然のこの木のエッセンスというのはですね、あなんかこう森林浴もねあるぐらいね、すごくいいなと、感じて今ね、直接そこの製造元っていうかそこまで行かせていただいてね、そしてそこから直接、手に入るように今、なっております。そしてそれをですね、今まあ自分がいいものはやっぱりこう周りも口コミでどんどん今広めていってるんですけども、これすごいですねっていう感じの、もので、以前去年ですかね、もうこのハンノキに出会って去年1年ちょっとなるんですけどね、このすごく体調の部分、特に胃腸関係が強くなったかなという、関係とですね、それと健康診断の数値が本当に良くなってるなというのは、やっぱり細胞がこう再生してるんですかね、そんな感じで本当に日々この、あんまり悩むこともなくとですね、この面白く生きてるなって自分自身でこう振り返った時にね、思っています。さあ皆さんもこれからですね、これから県外のこの、梅雨の時期に入っているところも、あるかと思いますが、非常にこの体調を崩しやすい、季節にもなりますからね、ぜひともこの体調面をしっかりと整えて、楽しいサンシレフを送っていただきたいなと思います。ということで今日は体をですねメンテしながら、三振もメンテしながら楽しみながら、精神世界をですね、精神世界というかこの音色、精神世界の音色、癒しの音色をですね、ぜひとも、皆さん楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということでまた野菜もたくさん食べて野菜。